阿寒横断道路から見た大阿寒岳国道二百四十一号は、北海道川上郡手鹿が町から、帯広市に至る、一般国道である。北海道の東部、マシュふの麓手鹿が町市街地から西へ、阿寒マシュ州国立公園内の阿寒湖をはじめとする、古将郡の南を抜けてウェア書路を経て、帯広市街地に至る延長百七十二キロメートルの、一般国道の路線で、主な通過地は、 く路ろアやかん町、あしょろぐんあし町、加藤郡上ん幌町、シホロ町である。中でも、アカンマシュー国立公園内を抜ける、てしかが大城アショロ間の約69キロメートルの道路は、アカン横断道路の別名でも呼ばれ、沿道にアカン高温泉や神秘的な古将軍があるほか、おアカン岳などの火山群がそびえる観光ルートにもなっている。 一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び、経過値は次の通り。主な協梁道の駅阿寒横断道路区間の沿線のほとんどは、ヒグマやエゾシカ、キタキツネなどの野生動物も多く生息するアカン、マシュー国立公園の原生林の広がる山岳地域の中にある。途中、ペンケ島、パンケ島と呼ばれる二つの湖を展望できる倉庫台や、 おあかんだけ、目あかんだけを望む総武台などの展望台、駐車場がある。く路総合振興局と勝ち総合振興局、帯広北バイパス。ありがとうございます。